海と日本プロジェクト in 岐阜県。今回は海のお仕事図鑑です。海のお仕事図鑑は子どもたちが海に関連するお仕事を体験することで海への理解を深めてもらうことを目的とした取り組みです。今回は県内の小学生13人が参加しました。子どもたちがお仕事を体験する場所は海へとつながる清流長良川を舞台に毎年5月11日から10月15日まで行われ、1300年以上の歴史がある長良川鵜飼の観覧船の予約を受け付ける岐阜市の鵜飼観覧船事務所です。まず林元雄所長から伝統の長良川鵜飼についての話やこの日体験するお仕事について説明を受けました。子どもたちが体験するお仕事は雨や風をしのぐため鵜飼観覧船の周りに取り付ける飾り幕の掃除です。子どもたちは事務所のスタッフから説明を受けながら広げられた長い飾り幕の表面をナイロンのたわしを使ってこすり丁寧に蜘蛛の巣などの汚れを落としました。この後子どもたちは乗り場周辺に設置されていた上り旗の片付けも行いました。海のお仕事図鑑を通して普段経験できない時間を過ごした子どもたち、海や川に関心を寄せる貴重な一日となりました。裏で仕事をしているってことは知ってたけど、でもこんなに大変なことをしているってことは、まあ、今日知れたからよかったです。難しかったりする仕事があったから、いつもこんな楽しい鵜飼が見れてるってことが分かったのでよかったです。長良川鵜飼最高。海と日本。